皆さん、どうもどうも、よろしく頼むし、ドラゴンズです。では、本日は、ホグワーツレガシー。ラストになるんかな?きっとな。うん。やっていこうと思う。まずは、クエストの方ね、すべて終わらせたいですね。ホグワーツ、あれ?どうした?これか。話していいのか、これ。ちょっと不安なんだが、もしね、何か。あったら嫌なんで、さっきにちょっとクエストの方ちょっと見てみよう。話そうとだけしか載ってないからさ。ウィーズリー先生に会おう。先生の部屋は変身術の教室にある。それだけ?まずこっちからやるか。ねえ。ハーローの最後の抵抗。前回やってちょっと。ウィーゲンウェル大学ね。回復薬の方が。なくて、積んだからやめたやつだよね。ダイダラスの鍵。ダイダラスの鍵ね。あ、あと一個やん。これやろうか。どこだこれ?は?ん?あれ?ちょっと待って。え?ダイダラスの鍵やってるよな。寮の箱には、ん?どうした?ん?どうした?ってなって。3700、ん?どうした?どうした?ってなって。だいぶどうした?ってなって。ん?外やんこれ、完全。は?ああ、なるほど。ここやってて、で、ハーローの最後の抵抗ね、は、後にしましょう。さっきトークン見つけ切ろう。どこにあんねやろ。ホグワーツレガシーにいたってはね、あんま、そんなにね、ググらないってことにしてるんで、ただ、謎解きのやつで、本当にわからんやつは、過去見ましたけど、そういうオープンワールドのゲームなんで、トークンね、どこにあるんでしょうね。見た方が早いかもしれないけど、ちょっと探すのもしたいな、したいかな、思ってます。まだ行ってないところなんかな?どうなんやろ?あ、こっちではないな。ちょっと一度ね、別のとこ行こうか。南と、このあたり見てなくね、俺。そんな気する。誰もいない。逆に不安になる。おっと?これはなんだ?いや、怖い。灰色のレディー怖いよ。お前の頑張りと賢明さに感謝するよ。ピアーズの奴に問いただしてみたら、自分がやったとあっさり白状した。あ、そうなんや。なんだかんだ話して、過去は水に流そうってことになったよ。そうだ、お前が次に三本の箒に行ったら、よろしく言っといてくれ。あの店にまた行くのが待ち遠しいよ。レベリオン。よかったね。仲慣れてきて。あの人どうやって行くんやろ。ってことは、行かなあかんということか、俺は。は?どっから行けんの?いう話。ところどころ見逃してんだよね、俺。ああいうもの。しばらくは家の方来てない。お、今日。
これのことか。お、なるほど。どうしたハッフルパフの生徒よ。じゃあ、あとこ、やっぱこちら側にあんのかな。あ、あった、こんなとこにあった。あるかな。デミガイズだ。デミガイズだ。なんだと、なんだとって。逆にびっくりした。見つけたよ、デミガイズ。見つけたよ。ほら、取ってくよ。よーし、デミガイズの月家。トークンをね、手に入れたいのに、別のことをやっていくっていうね。まあ、その過程をお楽しみくださいという感じよね。うん。結果ですら過程になる時代ですから。うん。その結果をどう受け止めて過程に持っていくかっていうのはね、重要だと俺は思っている。結果至上主義の人は、これ聞いてどう思うかわからんけどね。うん。一つのゲーム終わるやん。また次のゲーム行くやん。まあ、そんな感じよな。結果よね。それも、ね、一つのね。結果と過程よね。それもね。その結果が過程に変わる瞬間やね。あ、終わったから次行こうってなってやるの。まあ、俺はそう思ってるわけやね。でだ。トークンよ、トークン。ほんとトークンよ。全く違うことを説教じびた。レベリオ。説教でもないけども。うん。あ、またここか。なんか同じとこループしてね。同じとこループしてねっていうね、話。ちょっと待てよ。ちょっと待てよ、それ。って行ったことないとこどこや？魔法薬学は行った。音質行った。図書館は見た。行ったというか見た。見た見た本当にってね。なりかねんけども。船の小部屋。この辺り見てない気がする。本当に本当にって。疑わしき。レベリオ。ことはちゃんと見てか。あるやん。え？ああ、これやん。コンフリンゴ。コンフリンゴ。あざーす。やるつもりないんですけどね。見えたらやっちゃうよね、やっぱね。レベリオ。お金かーい。オッケー？キーンと言うとるよ。はい？ってなって。こちら側？こちら側から聞こえてきた。気がした。あ、今、何か見えた。レベリオ。これや。黒い湖。城の南に広がる淡水湖ね。別名グレートレイク。としても知られるが、ホグワーツの現役、現校長は自分の名に恥じぬ。いや、何に通じる。正式名で呼ぶ。濁った湖底には、マーピープルやグリーンデローなど、水生の魔法動物が暮らしている。まず、ここに生息するオイカは、驚くほど人懐こく。トーストが大の好物だとされる。へぇ。こんなとこになったんや。あれ？なんかまだなくね？あ、いや、ちゃうわ。ないわ。じゃあ、なんだというのだ。ないよな、この辺な。不思議だな、ほんま。いや、ないよね。だよね。わからんな。どこなんやろ。トークンあんの。レベリオ。ないよね。上に行って。
ないよなやっぱ。レベリオ。ないっすよね。どこほんまどこやねんこれ。あんの。わかりません。ふぅー。なんか一個どっか見逃してんやろね。何か一個を、あ、ふと思い出したところがある。けど、どっちだかな？思い出したことが一箇所。思い出したところが一箇所。天文学棟でもない。うん。間違えた。間違えましたよっていうね。お話。あ、中央ホール、中央ホール。うん。中央ホール付近で何か見た気すんのよね。中央ホールだったかどうか忘れたけど、ちょっと。この間、やった時にさ。レベリオ。いい音楽やね。好きよ。ないっすね。案の定。ここにあんねやろな、ほんま。遠くない。やばい。遠くない。レベリオ。もう分かりやすいと思うよな。これや！見えた。ここら辺、やっぱそうだった。こっちのあたりにあるんじゃねえと思っててん。ほんまかって。ほんまほんま。ふと思い出せんだから。思い出すから来てん。どこにあんねん。あの鍵を。恐れるな、若き戦友。くしょもう。片番今日やめろ。怖い。焦るよ。まだ行ったとこないとこにいるっぽい。か？やば！ほんまどこにいるん？あ、あった！ようやくビッケだ。ここに来るでしょう。よし、会場会場。ようやく行けた。そこ、ナイス、ナイス。これで終了。寮の箱に戻ってトークンを入れる。入れていこう。実質。レイヴンクロート、行こう。レッツゴー。うん。で、どこだっけな。ここじゃない。この中か？もしや。レベリオ。どっか分かってない。あ、どうも、こっちだわ。
どこでしょうか。あ、上だ。これ上だ。確か最初ね、行ったとき、ここら辺だった記憶がある。どうもー。入れてもらってありがとうね。で、トークン、トークン。あった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 。よし。箱のトークンをまた見つけた。うん。また見つけた。ついにやった。最後の量のトークンだ。中身は何かな？中身は何かな？おー、なんだ？すげえ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 。すげえトークン動いてる。カチャッと動くんかな？何か。あ、動いた動いた。何？どうすんの？すごい。かつての女校長、ユープラクシアモールに感謝しなくちゃ。へえ、女校長。なるほど。ネリーと話す？え、どういうこと？どういうことでなって。ちょっと待って、一瞬待って、クエスト見る。なぜ？ダイダロスの鍵で、あ、ネリーに知らせようと。え、ネリーどこや？ちょっと待てよ。なんかおかしいんだが。おかしくはなかったわ。うん、魔法薬学の教室から行こう。やった、終わった、ついに終わった。セキルを半分詰めた瓶を時計回りにかき混ぜるのよ。まじかき混ぜるな。いや、さあ、的な。じゃあじゃあ、そっちじゃない。ん、どっから行ける。あ、こっちか。あー、よし。ロード画面が入る、ね。この人ね。ネリー・オグスパイア。ネリー、例の鍵を全部見つけたよ。寮の箱も開けた。え？すごい。何が見つかった？面白い衣装が入ってたよ。すごい。謎を解明してくれてありがとう。あの鍵で何が手に入るのか知りたかったんだ。よかったよかった。で、お、クエストクリアと、ナイス、ダイダロスの鍵、ついにコンプリート。ついにコンプリート。ほんま、ついに、言っても過言ではない、この遅さ。クリア後よ、クリア後。